大阪国際空港北の外れにある公園に来てます。ヨッシーです。ここはね、森というか林というか割と緑が多いので涼しいですね。マイナス4も出てるような感じします。そしてこの森の中に子供の遊ぶ遊具がありまた、シニアがね、まあ、シニアに限らないんですけどもこのように健康器具を兼ねた遊具みたいなものがありますね。こういったのとか足つぼマッサージのようなものですね。そしてねここにバランス円盤っていうのがあるんですがこのこれ自由に動くようになっている。そして真ん中に玉がね動くようになっているんですね。はい、アクリルケースの中に玉が動きます。そしてこの動かし方によって初級、中級、上級とこのように動かし方が難度があるということでちょっとやってみましょうね。初級は真ん中を行ったり来たり、中級はくるくる回すか、で上級はくるくる周囲から真ん中に持ってくる。これをちょっとチャレンジしてみます。まずまっすぐ乗るようにね、これで映りますかね。はい、まず初級は結構難しいですね。勢いよく行ったり来たりするの難しいです。やっぱり一旦端に来たら ということですね。そしてくるくる回す、これは楽ですね。くるくる回す方がまだいいんじゃないでしょうかね。映ってますかね。影が邪魔になって映りにくい。遠心力で真ん中に来ないですね。ギュッとこう、あれ、来ないです。やっぱり上級は難しいですね。諦めます。はい、こういったね、息切れしてますけども腹筋ベンチやらあります。もう飛行機の発着数も少なくなってきたのか、こういう静けさの方が時間が長いですね。はい、それではまた、バイバイ。